明日土曜日は関東伊勢晴れてお出かけ日和となるところ多くなりますね。そうなんですね、ではまず最初にちょっと天気アイコン見てみましょうか、はい、こちら明日の全国の天気アイコンになりますが、北海道や新潟など雨アイコンありますが、関東から西の各地、まあ、太平洋が中心ですけども、晴れアイコンが並んでいるといった状況です、はい、ですっきり、秋の空、一日中続くというふうにも思いたいんですが、ちょっとね、にわか雨が心配なエリアも、少しあるんですね、はいはい、こちら、明日朝の天気図になりますが、北海道に低気圧があります、そして低気圧から伸びる、寒冷前線のようなものはもう明日はこれもう通過していくわけですね、東の海上に、はい、ですので、まあ、全体的に天気回復傾向に思えるんですけども、上空には冷たい空気なども流れ込んできます。前線が通過することによって、さらにですね、明日晴れて昼間気温が上がるということもありますので、大気の状態が不安定になります。こちらは大気の状態を表したものなんですが、この色が青色から緑、オレンジ、赤色になるほど大気の状態が不安定ということを表しています、はい、で非常に不安定なエリアは東の海上に明日のお昼頃には抜けているんですが、これ時間進めていきます。時間まず正午見ますと、関東北部や山沿いで、まあ、やや不安定なんですよね、はい、そして、午後、3時、だんだん関東南部が、少し不安定になってきます、はい、これで見ますと、午後になってお昼過ぎから夕方ぐらいにかけて、まあ、関東では雲が出て、にわか雨の心配が少しあるということが分かります。ただし大きく崩れることはないと思いますね、はい、こちら左側見てほしいんですけども、雨の予想されているところが色がグレーだとかちょっと青色になっているところです、まあ、関東地方ちょっとね薄いグレーとかの色が出てますよね。ちょうど午後、こちらが正午、そして午後3時、午後6時になっているんですけども、まあ、こういったところで場合によったらちょっと雲が広がってにわか雨があるかもしれないということです、まあ、可能性としてはさほど高くはありませんのでね、まあ、念のため折りたたみの傘があれば安心ぐらいかなといったレベルでしょうね、はい、明日はお出かけを予定されているか、関東エリアでは雨具があると安心と言えそうです。詳しいお天気の情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご覧ください。